松田学のニュース解説ということで,です、ね、7月18日に、まあ、あの載っていた記事なんですが「デイリー新庄」というところですね、えー、韓国の話です、韓国女子女性です、ね、の WTO 事務局長誕生なら日本海は東海にな東,海,東の海になるという悪夢の再来、まあ、東海というのは韓国の日本海の呼び名ですね。 になってしまうという記事なんですが、えー、まあこの WTO っていうのは、ワールド・トレード・オーガニゼーション・世界貿易機構ということで,です、ね、世界の自由貿易を推進するというマルチの機関であるということはよく知られているんですが、そこの事務局長にです、ね、韓国の産業調査資源部の部長、通商交渉本部長。 ユ・ミョンヒという女性がです、ねえー、この WTO の事務局長選に立候補するというこのニュースを取り上げているんですね。えー、この日程そここでですねこの えー、WTO の事務局長、まあ、国際機関、みんなそうなんですが、これ、選挙で選ばれますね、でこの,、えー、の WTO の事務局長もこの間、辞めましてです、ねえー、それで今、いろんな有力候補者が出てます、でその中の一人になってるんですけれども、えー、このユ・ミョンヒさんは、えー、この方はですね、えー、この韓国の官僚なんですけれども、えー、中国と日本の支持を要請してきてると。でこのの日本の支持を要請してきてきる といいいうううののは、まあ、この記事鈍感力というふうに書ててましてです、ね、今日本と韓国の間の状況を考えたら日本が支持するって、もし日本政府が支持したらそれこそ日本も鈍感力にすごいという話になりかねないような話なんですけれどもあので実際、この今皆さんもご,存ご案内のように貿易管理措置が取られていて日本と韓国の関係ではです、ね、ムン・ジェイン政権になってから非常にこの悪化している状態ですね。 日本から輸出された3品目がです、ね、これが軍事転用にされかねないということでどうもおかしな国に流れている可能性があるとそれについて韓国がきちんと報告してくれなかったのできちんと個別審査しますよと。 今まではもう何も審査しなかったんです特別な待遇を与えていたわけですホワイト国といってです、ね、でだけども日本も世界の安全保障のいろんな協定を守るためにはです、ね、これは日本としての義務なんですねそれはちゃんとチェックしなければいけないということに追い込まれてそれで個別審査にしただけで別に輸出をしないと言っているわけじゃないんですがそれに対して韓国がめちゃくちゃ怒ってです、ね、それこそこの WTO に提訴するなんて動きも出たわけですね。でそ,このその w t の事務局長にその韓国の女性が立候補しているとで、この女性自身もです、ね、あの今まで日本に真っ向から対決する発言をいろいろしてきた方なんですね、えー、例の,あの福島などですね、あの,の水産物、韓国が金融措置を取ってきた話もです、ね、これも WTO がどうもこれ日本にとってはです、ね、おかしな決定をしたわけです。でそれれで日本は受け入れないと いうですね、そういう決議を非難したりとかです、ね、それから先ほど言ったホワイト国からです、ねえー、除外せよとか、えー、除外した件について、ね、これ消すからんと、日本の措置を批判したりとかです、ねえーまあ、とにかく日本をずっとこの立場で、今の立場で、えーまあ、非難してきた人なんですね、でえー、でもちろん WTO 事務局長っていうのは国際批判だから、中立的な人がやるだろうというふうなで、本人も中立的になると言ってるらしいんですが、 それれは全く信じられませんです、ねえー、もしあの、えー、そういうふうに思う人がいるとそれは極めて脳天気だと思います、えー、この記事にも面白いこと書いてあって、えー、国連事務総長を務めたもう韓国出身のババンあパ,ンキムンパン・パンギムンさん失礼パン・ギムン、えー、有名な方ですね、えー、この方があ、えー、かつて国連の日の恒例行事にソウルフィルハーモニーの歓迎楽団を招聘してですねでそこをこのコンサートで、えー、韓国国連 日本代表部が日本海を「東海」と記載したパンフレットを配布したということをやったりとかですね、えー、伊藤博文を暗殺した「安純君を題材とするミュージカル公演で「 過去国連大使を招待するといったようなこともこのパン・ギムンさんはやっていたわけですね国連事務所長の立場でですねですから決してこの,このトップ国際機関のトップというものが中立的にやるというのはこれ幻想なんですねましては韓国だということですからですねで今この WTO の事務局長の話に戻りますとナイジェリアのこれも私もなかなかこの読みアフリカ語ですから読みきにくいんですがヌコジオコ ジョイウェアラさんという方がです、ね、頭半分リードしているとでいずれにしても今この w もう国際社会は米国と中国が対立しています日本と韓国も対立していますアメリカとヨーロッパ EU も対立しているとこういう中でどっちかに属している人たち というのはです、ね、で選,び選ばれにくいんで中立的な立場になるだろうまたあの女性というのが今非常にこの女性女性ということなんですね女性が有利になるという中でこのナイジェリアの方が韓国の方になるかというところだと思うんですねで、えー、これであの問題なのはですねなぜこれを取り上げたかというと、まあ、日韓関係の話もありますけれどももう一つ日本は国際機関で 非常にこ,の劣勢だっていうことなんですでこれはあの有村春子参議院議員との定談山岡さんも一緒になってそこでも取り上げましたけれども、えー、この国際国連には15の国際機関があってですねでどの国もやっと一つ取ってるとで日本は一つもそのトップの座を取ってないんですねでその中で中国は15のうち4つの機関のトップを取ってます。えー、で このほかに WHO はトップは取ってませんが例のテドロスさん事務局長ですねこの方は完全に中国の傀儡ですよね。ということで事実上5つ取っているのに等しいようなもんなんですがこの4つというのは ICAO といって国際民間航空機関と ITU 国際電気通信連合それから FAO 国際食糧農業機関それから UNID ていうんですかね NIDO 国連工業開発機関で、えー、これ全部中国の戦略に即して取ってるということなんですね重要なのは。で特に ITU っていうのはこれはどういうところかっていうとサイバーセキュリティの技術指導をするとで中国は今世界中にこうサイバー攻撃をやってる国がサイバーセキュリティを担当する国際機関のトップの座を取ってると。しかもです、ねえー、このの 実って次の世代のね。でここで当然この 5G のメインプレイヤーは今まではファーウェイですからでここで中国が国際,国,国際化のトップとなりますと何が起こるかというとこの全ての情報が中国に続抜きになるわけです。 でえー、例えば、IoT の時代なんていいますけれども、マルウェアを入れられれば、世界のすべてが握られてしまうというような、そういうところを戦略的に取ってるわけですね。また、あの先ほど言った、えー、UNIDO=、えー、国連工業開発機関というのは、フランスとアメリカ抜けてるんですね。で、今、中国の思いのままに、どういうことかというと、新興途上国の産業開発や、あるいは、 工業分野ででの国際協力機関なんですねまさに一帯一路中国主導でやろうじゃないかのこの国連の機関を使ってですね、えー、というような中国の野望がモロッコ出てきてるとでこうやって、えーまあ、今度の WTO の話に戻りますとここが韓国がまたしべるという話になってきてですね、まあ、中間勢力によってですねますます日本にとって必ずしもありがたくない国際秩序が進むと。 いうことに関して我々は無力でいていいのだろうかということを問題提起したいわけですね。で、日本人はあの国際機関で働く活躍している日本人っていうのはこの拠出いわゆる資金を出している割にはものすごく少ないわけですね。で、そういう人材がやっぱり育っていない、えー。まあもちろん英語力の問題もあるんですけれども、日本人の場合はですね、どっかの縦割りの省庁とか。 企業に終身雇用で属して、そこが、えー、再就職先の世話もするっていうその構造の中で国際機関なんかに出て、そして日本の中でいいポジションに戻ってくれるかどうかっていう保証が今までなかったわけですね。そそういういいところの中で、で、えーまあ、世界に出かけ飛び出ししていってて、っすね、そしてえー いわゆる国際社会の一員として世界を動かそうという人が極めて官僚組織の中にも必ずしも多くなかったもちろん例外がいますで活躍している人もいますものすごい貴重な存在なんですねでもやっぱりこの国連の15機関の中で4つも取ってるでどうして中国がこれだけ取れるかって言ったら簡単ですよね国国連は一国一票主義で こういうトップは全部選挙で選ばれますからそうしますと特にアフリカなんかの新興国に対して中国が債務トラップを仕掛けるとかいろいろお金を出すわけですね。でそれによって彼らは本当は中国は嫌だけれどもでも金の力には勝てないといって一票を投じる中国の言いなりになってしまうということが起こってしまうわけです。で日本は まあ、ODA を削減しても久しいですけれどもお金の力では中国にはとてもかなわなくなったとでやっぱり人材の力で勝負するためにはですねこういう国際的な場で活躍できる国際プラットフォームで活躍できる人材をどうやって生み出していくのかと。 いうこ,とですね、これをそろそろ真剣に考えないと、本当に中間勢力に日本はやられてしまう日が近いんじゃないかなというふうに心配をします。まあ、あの日韓関係のほうもです、ねえー、これはきちんとやっていかなきゃいけないんですけれども、なんといってもわが国内での改革ですね、人材を育成すると、世界に出していくということについて、もっと皆さんが真剣に考えたほうがいいんじゃないかと思って取り上げましたどううもありがとうございました。